今日はエピソード3の借金地獄についてで先生のご実家って松下電器のショップ店で、あの日本一で売り上げを作ってた会社で、結構大きなあの会社にも食卓で入ってるような、うん、あのね、長女として、そうです、そこの長女として生まれたんですけど、うん、4人姉妹で、あの跡取りな、あの男の子がいなかったんで、長女である私が跡取り娘になってしまったんです。であの婿取りということで、ね、そうなの、いろいろお見合いだったり、うん、ちっちゃい時からね、あのお婿さんね、美佐子ちゃんはお婿さんもらうんだから、あの行動をね、あの気をつけろと父親には言われましたね。主従じゃなきゃいけないって。じゃあそれを貫いて。そうなのよ、貫いて、そうしちゃった。貫いて、20代で先生はなんと3度の、そうなんですよ、まず20歳、一番最初の結婚した人は、これはお婿さんで20歳です、大学生です。そして2番目の人は25歳。その20歳の方とはどのくらい続いたんですか？5日ぐらいかな。そこからあの25歳の時に、ちょっとそういう私傷者になっちゃったところってつぼくれたら、その人が慰めてくれてね、とにかく黙ってれば分かんないのか、黙ってなさいって言われたのよ。その人が婿さんに今度来ることになるわけ。それが25歳。それでその方とはどのくらい？その方はね、あの松下幸之助さんの学校に行っていただいて、大学ぐらいのことを前世でね、大学3年間のことを1年でやるような、跡取り息子じゃないと入れないっていう学校に行っていただいたんで、まあ、ほとんど一緒に生活してないんですけど、やっぱし2年ぐらいですかね。でその後またさらに、その後は、28歳の時なんですけど、自分があの飲食店やりましたでしょ、うんうん、それであのその時に借り入れした銀行 の, あの借り入れの部長さん、そこにつながるわけですね。そうなんですよ。それが3番目で28歳の時ですね。親がね、結婚式だけでも相当のお金使ってるんです。お婿さんなんでね、こっちがね8割とかね出さなきゃいけないわけ、ね、だからすいません。どうやらずまた先生は両親の反対を押し切って、このカフェをオープンしたわけですよね。その後 ね、25歳の時に2番目の人と結婚した時に、その方がそういう職業をやらしたらどうかなっていう感覚があったんで、どうせやるなら大きくやろうと、一番いい場所で2軒いっぺんにオープンしたんです。クックトマトという名前、クックトマトとはあのちょっとカフェテリア方式のすごくおしゃれなレストランなんですけど、その並びにサミットストアっていうあの大きなスーパーマーケットがあって、そこの入り口のテナントでソフトクリームとかハンバーガーとかそういう売るお店で、ポピーという名前のお店です。当時すごく斬新な内装だったの、ね、もう斬新すぎてね、もうお嬢ちゃんまでなんかお金のこと全然分かんなかったから、もう内装屋さんの言うまま気ままに、それだったからガラス張りで、もうガラス、あのモルタルのところをガラス張りにしたくて、駅の真ん前でしたから、それ全部二重から全部直してシースルーにしたんですよ。お金かけて。だからもう一軒建てる、ビル一軒建てるぐらいのことをやったんですね。そこのまあ経営がまあ時代にそぐわずということだったんでしょうね。あのね、時代より先に行き過ぎてね、あのその場所と
あれはやっぱりラーメンがその頃いくら200円ぐらいの時にあのサンドイッチが500円とかだとやっぱ高いですよ。だから私の感覚でやっちゃったんで、まあ、かっこいいお店ではあってみんな憧れてくれたお店なんですけど、やっぱりそこの場所のニーズには合わなかったと思います。今考えると、従業員、私25歳で従業員を32人も使って2つのお店を掛け持ちですぐそばだったんですけど、やってたんで、もう正直自分がコックでもないし何も指示できない。やっぱ大変でしたね、体もお金もそのお店を畳むにあたって。そうなんですよ、畳むにあたってそれだけお金付帯工事かけてんで、たかが3年ぐらいで回収できない、で莫大な借金を抱えることになるわけですよ。急にだからお店がなくなり出されちゃって裁判始まるんですけど、その間は裁判の結果が出るまではとにかく借金だらけで、でも毎月払っていかなきゃいけないっていうあれがあったんで、そう、もうこのお金払えないから私は死ぬしかないと思ったんですよ。で、あの高いところね登ってあのマンションの屋上行ってね、こっから飛び降りちゃおうかなって思ったこともあります。でもね、こっから飛び降りたらかっこ悪いなとかね、痛いなとかね。その後私がね銀行員を早く言えばあの説得して、それだけのお金借りられたんだから、借りられたものって逆に返せんじゃないかなっていうちょっと自信も湧いてきて、それで4に続くわけですね。死ななかったんですよね。死なないでいただいてありがとうございます本当にそうなんです。そこから這い上がるという、うん、そうですね、そうですね、ここからエピソード4に続くわけです、うん、そう。